結局そのトランプ大統領に投票した人たちというのは、そのアメリカのいろいろな政治システムというのに、まあもう失望しているとか、そのなんか、どちらかというとその、普通に働いているひもじい人たちじゃなくて、じゃあそのなんかトランスジェンダーですとか、なんか女性の権利ですとか、なんかこう、外国人の権利がうんぬんとかって、そちら側の方にこう、どちらかというと政府は注力していて、自分たちアメリカのこう白人とか、まあ白人男性が主に自殺率が高かったり、寿命が短かったりとかするんですけど、まあそういうところをこう、評価されてないよねっていうのがあって、で、それがこう、なんとかしてほしいっていうので、こう、トランプ大統領に投票したという構造になると思うんですけど、で、実際その先進国の中間層の収入は、まあ、相対的に減り続けるよね、という構造問題は解決してないんですよね。要するにその、誰でもできる仕事をしている人たち、まあ、スーパーの店員とか、じゃあその中の、じゃあ農作業をしている人たちとかもそうなんですけど、その、誰でもできる仕事、人たちの仕事というのは、基本的に海外にどんどん行ってしまう構造なんですよ。要するに輸出入の単価の費用は安いので、なので例えばそのタオルを作る仕事っていうのが昔だと今治っていうところが結構有名だったんですけど、もう今治だと日本人がタオルを作ってたらとてもじゃないけどもその価格では高いないので、まあ中国製がほとんどだよねみたいな感じになってしまって。なのでそのまあ例えばじゃあ日本でもダイソーに売っているような商品はほとんど中国製だよねみたいな感じで、なのでその中間層が幸せになるというのは構造上なかなか難しいんですよ。で、もちろん、こう、技術が必要な農作業とかもあるんですけど、技術の必要のない農作業というのもいっぱいあるんですよ。なので、その高付加価値、要は高い値段で売れる野菜とかであれば、まだ日本で作れるんですけど、じゃあ、小麦とかって日本で作ってても、もう、とてもアメリカ産とかの小麦に勝てないよねっていうのがあって、あと大豆とかも勝てないよねっていうのがあって、なんで、まあ、海外から輸入になっちゃうんですけど、っていうところでいくと、やっぱりその中間層が、まあ、なかなか儲けることができないよね。で、じゃあどれぐらい下がるのかっていうと、まあ多分中国人の同じような仕事をしてる人と、まあ同じぐらいの給料にならざるを得ないよね、という状況になるんですよ。要はその輸出入のコストがあんまり変わらないのであれば、その中国人が作ったものでも日本人が作ったもので一緒だよね、となると、じゃあ中国で作る人のそのなんか商品と同じぐらいで戦おうとすると、日本人もやっぱりその給料も中国人ぐらい下がらないと無理だよね、ということになってしまうのが現状なんですよね。で、これは別にそのアメリカの白人だけに起きている問題ではなくて、日本でも起きていて、で、まあヨーロッパでも起きているので、で、これがその大統領が誰になるとか、総理大臣が誰になるとかで、その、なんとかなる問題じゃないんですよね。なので、もしそれを変えるのであれば、ブロック経済という方法があります。要するにその中国製の商品というのを全く輸入しない場合に、例えばじゃあ、中国から、そのタオルとか、じゃあダイソーで売ってるような、そのハサミとか、100円で作られるようなね、なんかこうビニール袋とか洗濯バサミとかを中国から一切輸入するのをやめました。で、まあ東南アジアからも輸入はやめました。日本で作りますってなると、一応その日本での仕事は増えるんですけど、その代わり多分洗濯バサミの値段とか3倍ぐらいになると思うんですよね。要は100円ショップ売ってるものは多分日本人のその給料で換算すると、多分3倍ぐらいの値段になってしまって、100円ショップで売ってるものが300円ショップみたいになってしまうっていう。っていうので、物価が高くなっちゃうんですよね。要するに、その安いものを海外の人たちが作ってるから、それを買ってなんとか安い物価でやってるんですけど、じゃあその安いものを作る海外のものを入荷したくなると、結果として物価は上がるよねって、至極当たり前のことが起こるんですよ。で、もちろん高くて日本製買えるよっていう、お金持ちの話は別に大丈夫なんですよ。問題は、その、給料は上がってなくて、物価が上がってる中では、もうその、どこの国製とは関係なく安いものを買うしか、生活手段がないよねっていう人たちがいっぱいいるんですよね。っていうところで、じゃあそれがこう、トランプ大統領になったとしても、構造的には変わらないんですよ。っていうところなので、まあ、手芸が流行るぐらいのがまだマシなんですよね。例えばその服を買わないっていう選択肢があるんですよ。要するにほとんどの人がなんかね、毎年に3着ぐらい服を買うとかっていうのをやってるらしいんですけど、新しい服買わなくても人死なないんですよ。で、友達の同じこうサイズぐらいの友達に服くれって言うと、大体くれるんですよ。どんな人でもね、着てない服って結構あるんですよ。まあ、よほどその身長が高いとか、よほど身長が低いと別にしてね。なので、その、どちらかというと、その、お金を使わない生活をするというのをした方が、結果として可処分所得が増えるっていう。
あとメルカリとかでね、あの何でも中古で手に入れるとかっていう方が、要はその収入というのは増えないよねっていうのが僕が見てる限りもうほぼ確定なんですよ。要するにその先進国の中産階級の人たちの収入を増やすとなると、多分ブロック経済だったりとか、その安く、あの、商品を作ってる中国がなんかあの戦争で大変なことになるとかってない限りは、基本的にはもうその中産階級の収入は増えません。そうすると、じゃあ中産階級の人たちが可処分所得を増やすのはどうするかっていうと、コストを下げるぐらいしかないんですよね。で、別になんか、じゃあ、あの、新品は1日目は新品だよねってわかるんですけど、2日目、3日目だったら、中古と新品ってもうわかんないじゃないですか。例えばじゃあこれが僕が中古で買ったものなのか新品で買ったものなのって、もうこの状態になったら誰も区別つかないじゃないですか。どちらかというと、そのなんかあの政治家をどうこうしてなんとかなるだろうなという期待をアメリカ人の方々はしたんですけど、そこは多分あんまり変わらないんだろうなと思っていて、で、結果としてはその期待が裏切られたということになった時に、多分どちらかが大暴れするのかなと思っていて、要するにその前回あのトランプ大統領を勝たせたかった人たちっていうのがあの議会を襲うという暴れ方をしたんですよね。で、今回まあじゃあその民主党側のそのあの強硬派の人たちっていうのはまあ暴れはしないと思うんですけど、まあでも多分こう鬱屈としたストレスを溜めた状態になると思うんですよ。で、今2024年なんですけど、2028年になった時にまあトランプ大統領は続投できないんですよね。で、トランプ大統領のような思想とカリスマ性を持っている人は、今のところ共和党にも民主党にもいないんですよ。そうすると、多分誰がなったとしても、その仮にじゃ共和党の誰かがなったとしても、民主党の人は怒るし、で、多分共和党支持者も怒ると思うんですよね。いや、トランプさん的なものを期待してるとしたら、お前普通の人間じゃねえか、みたいな。っていうので、で、結果として経済うまくいってないじゃねえか、っていうので。で、今回その、僕、トランプ大統領がある程度こうの伸びるんじゃないかなと思ってた理由としては、やっぱりその、アメリカの経済がその、中産階級にとって良くないよねっていうのがあったんですけど、で、これ4年後になっても中産階級にとって経済厳しいよね、変わらないんですよ。で、あの、なんか、ビットコインが上がってお金持ちとか、株価が上がってお金持ちっていうので、割とそのアメリカの中でホクホクしてる人たちってるんですけど、で、そういう人たちって、そのビットコインを買う金があるとか、株を買う金がある人たちなんですよ。要は、その日暮らしの人は、そのビットコインが上がりましたとか、株価が上がりましたっていう恩恵は全く受けられないんですよね。でも、きっとトランプ大統領だと何とかしてくれるっていうので、多分何もしてくれない。まあ、あの、トランプ大統領並みに努力はするんですけど、結果として変わらないっていう。例えばそのトランプ大統領が、ね、移民を返すって言ってるんですけど、で、まあ、あの、アメリカに移民がどれぐらいいるかっていうので、一応アメリカの人口が2億人とかで、で、なんかね、1000万人ぐらいは違法な移民がいるんじゃないかと言われてるんですよ。で、じゃあその違法な移民というのが何をしてるかっていうと、あの、合法に来てる移民とか、まあ、あの、合法的にいる、あの、そのアメリカ人がやらないような給料が安くてきつい仕事をしてたりするんですよね。僕はあの、アベープラに出た時にその話をちょっとしたんですけど、あの、鶏肉をひたすら捌くだけのお仕事っていうのがあるんですよ。要するにあの、ブロイラー的なところで、こうあの、ひたすら鶏肉を大量生産している工場とかが、まあ、アメリカの南部の方にあるんですけど、で、鶏肉って、あの、機械にボーンって入れたら、骨と肉になんか自動的にドーンって分かれるわけじゃなくて、その、まあ、ある程度そのなんか分ける機械はあるんですけど、基本的にはその人間が、鶏を、鶏をさばいて、肉と骨の部分に分けるっていうのをやってたんですよ。で、それってその、あの、失敗すると指が切れましたとかっていうので、怪我するし、で、力仕事だしっていうので、あの、危険だけど、給料めっちゃ安いんですよ。で、ただ、その移民の人たちっていうのは仕事が欲しいからそれをやったりするんですよね。なので、結果としてそれをじゃあアメリカ人がやるかっていうと、やらないんですよね。要するにその、なんか時給600円ぐらいで、肉体労働でずっと鶏をさばき続けて、で、下手すると怪我して、で、そこのなんか血が入ったところに、じゃあその鶏のなんかの細菌、なんかその、なんかいろんな細菌とかが感染して、なんかすげえ変な病気になったりとかっていうのもやっぱりあったりするんですよ。なので、なるべくそういうこう、危険で時給の安い仕事はしたくないよねっていうのがあるんですけど、でもアメリカの人たちは安い鶏肉は食いたいんですよ。なので、仕事としては成立するし、その、あのビジネスとしては回ってるんだけど、それが何で回ってるかっていうと、その違法なおかげで安い労働力として頑張る人のおかげで何とか回ってるんですよ。で、じゃあ、あの、アメリカってチップ文化っていうのがあるんですけど、あの、ウェイターさんは、今だとね、最低時給それなりにもらってると思うんですけど、僕がアーカンソーにいた頃って、最低時給3ドルとかあったんですよ。日本円にすると300円とか、400円とか。要はその、時給300円、400円で、ウェイターで暮らすんですよ。
で、いやいや、日本だとできるわけないじゃんってなるんですけど、ウェイターの場合って、アメリカのレストランはチップという文化があるんですよ。なので、時給は300円、400円しかもらえないんだけど、じゃあ、テーブルをこう、なんかコーヒー持ってきますとか、丁寧に扱うと、大体チップとして、その人たちが食べた額の、まあ、15% とか 20% くらいもらえるんですよ。だ例えば2000円ぐらいの食事をしたんだったら、じゃあ400円ぐらいチップとして出されるので、そうすると時給400円だったとしても、チップと合わせて、まあ時給800円ですと。で、1時間なんかテーブルを3つじゃあ担当したとしたら、じゃあ400円3つだから、で、そこでチップだけで1200円もらえて、で、さらに最低時給の400円で、まあ1600円もらえるよねっていうところで、その収入としては1時間1200円なんだけど、お店の人は400円しか払わなくていいんですよ。最低時給しか。なので、結果として、お店の人というのは、安く労働力を雇えるよねっていうので、なので、そこで、違法な、労働者的な、移民的な人を結構使ったりするんですよね。っていうところで、アメリカの文化というのは回ってたりするので、なので、本当に移民を追い出すとすると、多分、レストランとか、食肉産業とか農業というのが、回らなくなっちゃうんですよ。で、これの、洗礼というか、すでにやった国っていうので、イギリスという国がありまして、ブレグジットって言って、俺たちは EU から出ていくんだって言って、EU から出てったんですよね。で、EU から出てって、要は EU から出てったら違法な移民がいなくなるから、俺たちの生活は楽になるんだと思ってたら、トラック運転手がいなくなったんですよね。要するにトラックの運転なんかして暮らしたくないよねっていうふうにイギリス人は思っていて、で、そのトラック運転手になるイギリス人が全然いなかったので、結果としてトラック運転手不足になって、で、今、まだと、取れると思うんですけど、トラック運転手だと、イギリス簡単にビザ取れるんですよね。で、年収換算すると、年収1200万ぐらいもらえるみたいな。要は年末とかで3ヶ月だけ働くと、なんかね、月100万円ぐらいもらえるんですよ。要は、まあ、ただ3ヶ月だけで月300万なんですけど、ただ、1年仕事があるわけじゃないんですよ。要は年末だけすごい忙しくなるから、3ヶ月だけ働いてほしいと。でも普通の人だったら、年末だけトラック運転手、でもそれ以外は失業っていうのは嫌だから、普通の仕事に就いちゃうので、トラック運転手やらないんですよ。で、昔はそこを移民がやってたんですよね。要するに EU だった場合って別にパスポートとかいらないので、なので東欧の方の運転手さんとか、バルト三国の運転手さんとかが、年末の間だけイギリスで働いて、で、年末終わったら、年末年始終わったら戻ってきて、じゃあ東欧とか、バルト三国で暮らします、みたいなのができたんですけど、まあ、それができなくなっちゃったので、輸送コストめちゃくちゃ高くなっちゃったんですよね。っていうのが起きてしまったっていうのがイギリスだって、なので確か去年かなんかに、ブレグジットは成功だったか失敗だったかっていうのを世論調査したら、イギリス人としてはブレグジット失敗だったっていう結論になってたりするんですけど。っていう感じで、割と移民を追い出せばうまくいくよね、というほど、そんな簡単な話ではないんですよね。メルカリは日本の会社なんですけど、アメリカにも進出してます。なので、あんまりトランプ大統領の言うなんか移民を追い出せば良くなるんだっていうので、本当に追い出すとしたらまず物価も上がるし、で、その後追い出すためのコストも上がるっていうのもあったりするので、なので、移民はある程度必要なんですよ。ただ、移民がいない状態で社会システムを作った方がいいよねというのは僕も思ってたりはするんですけど、要するに移民を入れてしまうとやっぱり移民の問題って必ず発生しまうので、なので、移民がいない状態にした方が良いよね。いない状態で社会が回るようにしといた方がいいよね。なんですけど、一回移民を入れてしまうと、それを追い出すというのがなかなか難しくなってしまうので。なので、日本は技術実習生とかみたいな形で移民を入れない方がいいんじゃないかなと思ってますけども、はい。まあ、日本の場合は強制送還はあんまりやらないので、なので、難民申請断られた人の中、2年3年日本に入れちゃうっていう、謎の状態になっちゃうんですよね、はい。シンガポールとかバシバシ強制送還するので。あとシンガポールだとメイドさんが、なんか、半年に一回かなんか、妊娠検査買って、で、妊娠してるって分かると強制送還なんですよね。人権とは何ぞやなんですけど、はい。ね、トランプ氏が受かりました。4年後には最後のカード、ミシェル・ボン女性とかありますかね、どうですか？ないと思います。やっぱりもう、やっぱこれは僕の予想なので全然違うかもしれないんですけど、女性だという時点でマイナスになる人もいるし、有色人種であるというところでマイナスになる人もいるので、なのでやっぱり白人男性というポジションと戦うというのは最初から不利なんですよ。
まあ、その、男女平等だよねっていう社会はあるように、まあ、皆さん思ってるかもしれないですけど、やっぱりその、仕事は男がして、女は家庭にいるものだよねという価値観を持っている人たちというのもいっぱいいるんですよ。ある程度そのアフリカンアメリカンの方々とか、そのヒスパニック系の人たちっていうのは、社会は男が動かして、女性は家庭を守るという文化だったりするんですよ。で、イスラム系の人たちもその考え方だったりして、その、先進国の大学に行くような人たちっていうのは、なんか男女は平等だよねとか、なんか主婦というのは女が働いて、こう男が家庭を守ってもいいんだとかって言ってるんですけど、僕が見てる限り、それ少数派だと思うんですよね。日本でも一応なんかね、そういうことを言う人メディアにいっぱい出てくるんですけど、でもやっぱり日本でも、その男の人が働かないで家に見たら、いたら、やっぱり周りの人はとやかく言うし、で、そのなんか、じゃあ男の人がその働いてる最中、なんか今日ちょっと子供が熱出したんで帰りますって言ったら、お前のとこおかしくねみたいな風に思ってしまうという文化があったりするんですよ。で、これは実態です。いい悪いは別にしてね。なので、やっぱりその女性大統領というのは、そこのなんかハードルを超えなければいけないので、相当優秀な人じゃないと超えられないと思うんですよね。どうもどうも、AI ひろゆきです。今回はトランプ大統領が選挙で勝ったけど、アメリカの根本的な問題を解決するのは難しいんじゃないかという話をしてきました。アメリカでは安く物を売るために移民の労働力を使ってるんですけど、やっぱり政情不安だったりとか、治安が悪くなるっていうので揉めてるんですよね。これって日本も同じで、基本的に移民が入るとトラブルの方は増えるっていうのは変わらないので、日本の移民優遇もやめといた方がいいんじゃないかなと思ってます。それでは今回の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。お疲れ様でした。